ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。今日の企画はパワポで即興相方プレゼン、イエイイエイ。改めて視聴者の皆さん、ネバ社員のみんなに2人のプロフィールを知ってもらいたいということなんですけれども、うん、まあ普通にね、私たちめっちゃ仲いいじゃん。まあ普通に仲いいと思うよ。固い絆で結ばれてるじゃん、っていうわけで、まあ普通に紹介し合ってもつまらないので、今日はね、お互いに相手のことをパワーポイントを使って紹介していこうと思うんですけれども、うん、そのパワポには全く関係ない写真が表示されます。え、ちょっとよくわかんないんだけど全く関係ない画像が表示されるのね。どうすんの？そう、その写真を使ってうまくアドリブを交えて2人のことを紹介するんだよ、お互いのことを。あー、紹介し合っていくっていうルールです。例えばね、まあ音がお姉ちゃんを紹介するときにバレーボールの絵が出てきたとしますよ、はいはい、そしたら音は、僕の姉はバレーボールのように真っ白でツルツルしたお肌を持っていますみたいなことを紹介しなければいけなくなるんですね。あ、なるほどね。まあ今その例えはよくわかんないんだけど。いや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 、というわけでね、今日はね、おとくんから先行で言ってもらおうかな。ちょっとお姉ちゃんのことをうまく紹介してください。この時期、忘年会予定かぶりがち。じゃあというわけでね、僕ネバセイオトのお姉ちゃんネバセイココロを紹介していきたいと思います、はい、いいこと言ってね。まあちょっとそこは任せといてよ。まずはまあプライベートのことについて掘り下げていこうじゃないかと。まず姉ちゃんの最近ハマってるものですね、まあ、こちらです。はい、もうお見事。いや、かわいい、めっちゃかわいいでしょこれ。レッサーパンダでございますよ。こちらね、まあ動物園とかに行って仕事の疲れを癒して、英気を養って仕事のやる気も出るという。先週の土日に行ったの。土日に行ってない、土曜日に。そう、動物園行ったの、一人で。あ、そういうことね。一人でいい感じできたね。まあでもね、好きなものとかも結構やっぱ紹介したいと思うんですけども、やっぱ苦手なものとかもね、やっぱ皆さん知りたいんじゃないですかね、もっと。まあ本当にね、これだけはダメっていうものがあるんですよ。それがこちらなんです、はい、ちょっと待って。あー、もうね、仕事でストレスが溜まってると、家族で仲良くしている写真とか見ると姉ちゃんもちょっと思うところがあるわけですよいやいやいや、そんな家族が嫌いなわけじゃないから。いや、まあもちろんね、あの我々ネバセイ家は仲良しですけれども、まあたまにこういうちょっと癒しの画像とかを見てはくっていう気持ちをね、持つこともたまにあるんですよ。くっ、ちょっと恥ずかしいですけども、姉ちゃんのいいところもね、やっぱ紹介したいですよね。いや、もう全然、もうしてして。あ、ここは本当尊敬するなってとこがあるんですよ。それがね、こちらです。どういうこと？先日のハロウィンで警察官のコスプレをしたらしいんですけども、はあ、まあ、ちょっとね、この手錠にちょっとすごい非常に興味が湧いてしまったみたいで。やだ、もうちょっとね、僕としてはね、変な趣味が芽生えちゃったんじゃないかなって。ちょっと待って、ちょっと待って、これ信じちゃったうやつ？え、信じちゃわないでね、みんな。これいいところの説明だったっけ？いいところの説明だよ。やだー。ちょっとしたきっかけでもやっぱりこうやってね、まあ、どんどんひどいよ。熱を持っていろんなことにチャレンジしていけるっていう、そこがね、姉ちゃんのいいところだと思うんですよ。めっちゃいいこと言うね。でしょ？うん、そう、チャレンジ精神は大事。姉ちゃんはですね、まあ、友達もね、たくさんいるわけですけれども、うんうん、まあ、最近仲良くしているお友達がいるんですよ、うんうん、それがね、こちらなんです。おお、たかしくんですね。あ、これ男性なの？そうです。女性だと思って選んじゃった。あ、そうなの？水泳部でゴリゴリのマッチョだったんですけれども、うん、なんと原宿系に変身してしまいまして。おお、すごい大変身遂げたね、おめでとう。そこで姉ちゃんが出会って、うん、あまりの変貌ぶりに驚いて、うん、驚いた。まあ、そこでちょっと話も弾み仲良くなってしまったという、うん、でこれ最近ね、たかしくんと一緒にね、たかしくんと一緒になんかいろいろお出かけしたりしてるんだよね。してる。そうだよね、うん、僕はね、思いました。姉ちゃんにはこれが必要なんじゃないか、はい、これがあったらもっと頑張れるんじゃないかっていうものを用意しました。お、それがこちらです。なんです？点滴ですね。点滴。はい、まあ、ちょっと栄養が足りないと私に。あんね、飲み歩いたりとかして。パンシロンあるから大丈夫。まあ、そう、まあね、まあそれもあるけども、やっぱちょっとね、生活が不規則になりがちじゃないですかやっぱり仕事頑張ってる人っていうのは。だから、まあ点滴打ってもらって元気になったらいいんじゃないかなと。皆さん、これあんまり信じないでください。あんまりってか、はい、あんまり信じないでください。はい、というわけでね、ネバセイ音からのネバセイ心のプレゼンでした。ありがとう。なんかこれ信じないでね。
はい、というわけで次はね、私の弟の音の紹介に行きたいと思うんですが、まあ皆さん分かる通り、音って最初めっちゃなんか堅物みたいな感じだと思った方もいるんですけれども、違うんですね。皆さん知っていただきたい、最初にご紹介したい音の今ハマっているもの、意外とこういうものなんです。どうぞ。ちょっと待って、あすごい肉体ですね。まあ音も脱いだらこうですよっていう、音は高校生なんですよ皆さん。そうですよ。そうで、まあ高校生活をしている中で今ね取り組んでいるものがあるんですよね、高校生活の中でね。ありますよそれは、うん、それがこちらなんですよ。ちょっと待って、おお、何ですか。すごいですね。ね、そうあるんだよね、こういう高校の中にね、期待ね、ね、あるんだよね、こういうのね。そう、そう、待って、うまくいかない。皆さん、音のこういう関係って知ってます？あー、確かに。だから紹介したいと思いますよ、お姉ちゃんが。うん、この方です。そうね、ちょっと待って、ラーメンですね、友達。食いしん坊かよ、うん、ラーメン何味好き？味噌。あ、そう、味噌がね、好きっていうことでね。ちょっと待って、ずるくないか、それ。そんな音の長所、長所みんな知りたいでしょ。言ってください。長所はこれです。え、長所は影をが薄いことですかね。え、ちょっと待ってよ。音は影が薄いけれども、薄くないわ。薄いことを長所としてるけれども、していますよ。あれ、これ何枚目、何枚目とか、あと1枚かな。最後に締めくくりたい。あ、もう締めくくってよ。最後何がいい？ね、聞くなよ。まあ最後に、音はこういう人ですよっていうのをもうまとめてある。あ、さすが。そう、ありますから皆さん、これです。さあ、紹介してきましたけど、もう音の全貌ってすべてこれに詰まってるんですよ皆さん。これが将来の音です。え、お相撲さんになるっていうことを皆さん頭に入れておいて、これからの音を見守っていてあげてください。というわけで心のプレゼン以上です。はい、というわけで2人のことを紹介し合ったプレゼンなんですけれども、いかがでしたか。これ大丈夫？大丈夫じゃない。っていうか、もう姉ちゃんずるくない？俺からなんかちょこちょこ聞き出してたよね。難しい。いや、難しいけど面白い。面白いね。でも聞いてる方はね、すごい面白い。見てるみんなもやってみたらいいんじゃないかなと思うけどね、うん、盛り上がると思うよこれ、うん、盛り上がると思います。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。